パソコンの電源を入れます。強力な磁石で強制的にインペラの回転を止めてみます。今止まりました。アダプターからの強制パルスでフローメーターの表示は上がっております。アダプターにはウォッチドッグタイマーの機能、もう一度強制的にインペラーが今止まりました。このアダプターには、フローが式位置以下になった場合に、擬似的に式位置以上であるように見せかける機能と、もう一つ、フローが、式位置以下になった場合にポンプの電力をアップして流量をアップする機能の2つの機能を含めております。それぞれの機能はアダプターのスイッチで、無効にすることも可能です。今、2つの機能が、有効な状態になっています。強制的に、インペラーを止めてみます。磁石でストップさせました。ウォッチドッグタイマーは1分にアダプターを設定しておりますので、1分まではアラームが鳴りません。
1分の半分、30秒の時点で今現在、ポンプを強制的に能力アップして、あの流量を増やしています。残りの30秒が経過すると、パルスも出力せず本体にエラーが生じる形になります。エラーは、本体のエラーは自動回復しませんので、リセットスイッチで、はい、ポンプアップの機能の向こう、それから、強制パルス出力の機能も向こう、これで、内部のパルスでオリジナルの状態で動作しています。この場合に強制的にインペラーが止まると、ストップさせます。インペラーストップです。モーターが、ポンプが高速回転しています。いいか。